千葉県立役園大高等学校は千葉県船橋市役園大5丁目にある県立高等学校。生徒の自主性に任せた自由活達な教育方針。園芸科と普通科を設置している。園芸科では学校の土地内の農場で野菜や花を授業の一環として栽培しており、奈良市の農業高校時代以来収穫したものは一般の人々へ販売されている。 新館や文化祭、全校遠足など行事が盛んで、特に毎年9月に行われる文化祭は劇、食堂、運営など非常にレベルが高く、毎年遠方から訪れるファンも多い。校歌である、薬園大高等学校歌の作詞は、大木敦夫が担当している。また、作曲は、のり松明弘である。下宇佐役園において、 最も多く栽培されてきた林道を図案化、孔明の薬の字を図案全体でかたどったものが使われている。毎年9月に行われる文化祭と体育祭の総称である。前者は2日間一般公開され、県内でもトップクラスの動員数を誇る。クラス単位で主に1年は、食堂やアトラクション、2.3年は、演劇、各有志団体の出展が行われる。 この林道祭では、来場者の投票により、林道大賞、準林道大賞を選出する。5月中には、クラスの出し物が、ほぼ決定され、翌月からは、本格的な準備が始まる。文化祭前日には、前日祭りがあり、文化委員長の挨拶や、前出場団体の45秒間 PR が、行われる。また、1日目の公開終了後には、中庭で中、 夜祭りが行われる。文化祭終了後に行われる、ご夜祭は、生徒、卒業生のみ参加可能である。近年、演芸家生徒は後片付けのためご夜祭には参加できない。有志団体による、発表、軽音道公開のライブ、文化委員会の各部長による、挨拶、結果発表、薬高ダンスと呼ばれるイベント等が行われる。ありがとうございます。